はいどうも、ビーチさんと申します。皆さんプラスですやっていますでしょうか。皆さん、このイチローさん今もなお使っていますでしょうか。このイチローさんがもう登場して早5ヶ月が経とうとしております。このイチローさん、ランク戦でもうめっきり見なくなりましたもうこのイチローさんを使ってる人はほぼほぼ見ることはありません。もうこのイチローさんを使っている人を見るのがレアなくらい、もうね、みんなね、イチローさん使ってないと。最近ね、自分センターに置いてこのイチローさんをね、よく使ってるんですけど、まあこのイチローさんもね、もう登場して5ヶ月っすよ。もう5ヶ月経とうとしてます。で、やっぱりね、ランクで見ないんすよ全然。あんだけみんな100連とかねしてたと思うんすけど、まあね、イチローさんのゲットする理由って別ランクで使うだけじゃないんすよね。リーグで使うだけじゃないんすよ。もうイチローさんが登場したことの嬉しさで取り入った人もいれば、鑑賞用、コレクション用っていう人いっぱいいると思うんすけど、やっぱでも第一はね、多分ね、みんなね、ランクで使うために取ったと思うんですよ。リアタイ勢の方たちはね。で、リアタイで使って、いや中段道で降格もないし、全然飛ばんし、全然打てんし、もう使うのやめたっていう人多いと思うんですけど、ちょっとね、最近、自分イチローさん使っててめちゃめちゃ思うのが、コナミさん、これなんか修正しました？はい、もうそのぐらいね、なんかね、昔までの使用感で言うと、なんか芯で捉えたら外野ライナーっていうイメージだったんですよね、自分のイチローさんの使用感って。でもね、なんか今のイチローさんって外野の前に落ちることがめちゃくちゃ多いなってちょっと使ってて思ったんですよね。で、直近の30試合ちょっと自分見返したんですけど、イチローさんめちゃくちゃ打ってました。ほんと糸井さんとイチローさんと大谷くん、この3人が今一番打ってんのかな。で、ほんとその中でもイチローさんマジでトップに来るぐらい打ってて、で、そのヒットの打球見る限り、なんかほぼレフト前、センター前、ライト前とかなんですよね。オーバーの打球はちょっとないんですけど、まあ、単打、もう本当にイチローがイチローをようやくし始めたなって、いう使用感にね、なんか変わってるんですよね。で、最近ちょっとイチローさん使ってないって方は、まずイチローさん外野に置いとくだけですげえ価値あるんですよ。やっぱ守備がうまい。守備がうまいんすけど、なんか最近コメント欄でなんかイチローさんポロリポロリポロリっていうコメントすげえもらったんよな。なんか最近イチローさんめちゃくちゃエラーするらしいんですけど、でもイチローさんだけじゃないんですよ今エラーするのって。もう自分のショート動画見てもらったらわかる通り、守備がうまい選手でも今なんか補給の査定というか補給の数値がちょっとねバグってるんすよね多分ね。てかイチローさん守備で置いとくだけでもめちゃくちゃ価値あるんすよね。で、なおかつなんかすげえ打ちやすくなってるんですよね。なので、まあちょっとね、この動画見て、まあ、気が向いた人だけでいいです。ほんと気が向いた人だけもう一度イチローさんをね、ちょっとスタメンに入れてぜひ使ってほしい。ほんとにね、マジでヒット打てます。これマジっす、これマジっす、これマジっす。マジでヒット打ちやすいようになってると自分思ってるので、ぜひね、ちょっとこの後ね、イチローさんのバッティング流すんですけど、それ見てね、ちょっと、あ、ピーちゃんが言うんやったらもう一回使ってみようかなって、あ、これなら俺も使ってみようかなって少しでも思ってくれた方、ほんと1試合でいいんで、ちょっともう一回、イチローさんをランクのスタメンに入れませんか。まあでも無課金の方やったらいいかもね。正直パワー単体はマジきつい。
やっぱもうあの変化球で、あの超大ピンチは強いね。いや、イチローさん打率めっちゃ高え。これなんかサイレントシューズ入っとるな。いや、イチローの打率やばい。これこれイチローなんかいじったろ、運営さん。あまりにもみんながイチロー使わなさすぎて、これイチローになんか補正入れたろ。ほら、イチローさんめっちゃ打ちやすいぞ、これ。なんじゃこのバッター。ようやく世界一のアンダーオーが頭角を現してきたかもしれない。いや、イチローがやべえ。ほら、もうイチローがイチローし始めとるやん、もう。これこれこれ。はい、イチローやばい、マジで。いや、いいね。